はい、おはようございます。昨日はライブ配信の方長時間ご覧いただき皆さんありがとうございました。で、本日なんですけど、お伝えした通り引っ越します。まあ引っ越しといってもすぐそこのアパートなんですけど、ということで、あと元々レストだったんですけど1時間半ぐらい乗る予定が、まあこの見ての通りどう考えても天気が悪いので、ちょっと先にお昼ぐらいまでかかる引っ越しを終わらしてから天気の様子を見ながら考えたいと思います。ということでですね、今からもう食べ物とか全部処分しちゃって何もないので、すぐその下にあるカフェまで朝ごはんを食べに行こうかなと思います。それでは本日も頑張っていきましょう。はい、ということで朝ごはんに食べに行くバイクはマウンテンバイクで行きたいと思います。まあ 500m ぐらいしか移動しないですが、たまに違う自転車に乗るのもなんか気分転換でいいですよね、ということで行ってきます。はい、今家の方まで登ってきたんですけど、天気変わるの早すぎって感じで、もうあっちの方は青空が見えてきました。このまま引っ越し終わる頃には晴れてくれることを祈ります。はい、今荷物を小分けして引っ越しの準備をしています。さすがにめんどくさいですね。まあ頑張ります。はい、今荷物をすべて搬入というか搬出、外に出して鍵返しに行こうと思ったら最後の最後にインキーしてしまいました。ちょっとめんどくさいですけど、大家さんのところまで行ってチェックしてもらうのも兼ねて行ってきたいと思います。あー、めんどくさい。今びしょびしょになりながらスペアキーをもらってきました。バービー、イエーウェルカムトゥマイ YouTube。はい、今新しいアパートに来ました。いや、まあまあいいですね。ちゃんとバスタブもあって、寝室こんな感じで、リビングもそこそこ広くていい感じです。はい、今午前中嵐の中引っ越し作業を終えて、午後から晴れてきたので、今からまた友人のミケルと2人で1時間ほどライドに行ってきます。今日までイージーなので明日のトレーニングに備えて、まあ、体をほぐす感じで走ってきます。それでは行ってきます。
the pressure. おはようございます。大丈夫です。Yes, yes, perfect. 私はミケルです。Say, 私はミケル。ミケル。This is like I'm Mikel. Yes, yes. You know. So you have to say おはようございます。私はミケル。私はミケル。Now maybe in front of your house. Huh? The one in your house. But normally, when I want to park, you want to stop or not? はい、ということで今無事に帰宅しました。今日は軽い1時間のライドで、帰りにちょっとスーパーに行って必要なものを買って帰ってきました。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日。